こんにちは、みーです。このチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する動画をアップしています。気になる紅茶の情報をたくさんお届けしているので、ぜひチャンネル登録してください。さて、今回はこちら、ルピシアグランマルシェ2022の参加レポートです。今回はパシフィコ横浜で行われたルピシアグランマルシェ2022に参加してきたので、その魅力を詳しくお伝えします。グランマルシェってどんなイベントだろう、どんなものが売っているの、何を買うべきと気になっている方に向けて、会場の様子やおすすめの限定商品を紹介したり、効率よく回るためのイベントの歩き方を伝授しちゃいます。グランマルシェにはまだ行ったことないという方は、これを見て次回のグランマルシェに参加してみましょう。また行ったことある方も、隠れたイベントの楽しみ方や出会えていない紅茶など新たな発見があったりするかもしれませんよ。魅力盛りだくさんの内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。ここからは会場内の様子とともに、ルピシアグランマルシェの魅力についてご紹介いたします。まずは知らない方のために、グランマルシェについて簡単にご紹介しましょう。ルピシアグランマルシェは、ルピシアが開催する会員限定のお茶の試飲販売会です。たくさんのお茶が無料で試飲できる上に、対象商品は 10% オフで購入できるので、ルピシアファンにはたまらないイベントになっています。今年は11月25日金曜日から11月27日日曜日の3日間、パシフィコ横浜にて開催されました。入場は無料ですが、予約が必要になります。基本的にはルピシア会員限定のイベントですが、会員が予約すれば会員じゃない方も一緒に同行することができます。今回私は初日の朝一の枠から参加しました。会場に入ると、入り口で専用の買い物バッグが配られるんですが、そこに欲しい商品をどんどん入れていって、最後にレジでまとめてお会計となります。お会計は現金のほか、クレジットカードやバーコード決済、電子マネーなど、ご覧の決済方法が利用できます。グランマルシェの最大の魅力は、なんといってもテイスティングです。紅茶、緑茶、ウーロン茶、ハーブティーなど、ルピシアで取り扱いのある約100種類以上のお茶を無料で試飲できちゃいます。さらに、対象商品はイベント特別価格の 10% オフで購入できちゃいます。この季節にぴったりなクリスマスティーなどもセールの対象になっていました。また、普段お店で販売している商品はもちろん、イベントでしか買えない限定商品やご当地限定商品も販売しています。日本各地のお茶のほか、フランスやハワイなど海外のルピシアの商品も並んでいて、会場にいながら現地のルピシアに行った気分でお買い物できますよ。その他にも、レストラン、ヴィラ・ルピシアの出張イートインスペースがあったり、生演奏が聴けるステージがあったりと、ここでしか楽しめない魅力も盛りだくさん。お買い物に疲れたら、ヴィラ・ルピシアに行ったつもりで、のんびりご飯を食べたり、演奏を聴いたり、なんてこともできちゃいます。これだけ素敵なイベントですが、行ってみたいけど会場まで遠い、日程が合わなくて参加できないという方もいらっしゃるかと思います。でも、そんな方も大丈夫。グランマルシェにはオンライン会場も用意されているので、リアル会場に来れない方でも同じようにお買い物が楽しめるんです。しかもオンライン会場はリアル会場よりも開催期間が長い上に、ルピシア会員以外も参加できるので気軽に楽しめますよ。また今年はライブコマースの配信もありました。会場の様子をリアルタイムで見ることができたり、商品の紹介などもしてくれるので、より会場に行った気分になれますよ。ここからは会場で効率よく動くための歩き方を伝授します。ただし、これは主にグランマルシェ限定品を購入したい人に向けて、あくまでも楽しみ方の一例なので、参考程度にお考えください。のんびり楽しみたい方は、入り口から順番にぐるっと回ってみたり、自分の好きなコーナーから見て回りましょう。
まずは会場マップを確認しましょう。会場はとても広いので、はじめにどこに何のコーナーがあるか、なんとなくでも把握しておくと動きやすいですよ。お目当てのお茶がある場合は、どのコーナーに置いてあるかもチェックしておきましょう。限定品には、このように商品の看板にグランマルシェ限定品の印がついています。人気商品には長い行列ができるので、入場したら、まずは限定品から試飲確保しましょう。ちなみに、この後のおすすめ商品でも紹介しますが、スイーツなお茶というコーナーは特に大人気で、各商品に試飲のための列がずらりと並んでいました。イベント限定のお茶が密集していて、混雑が発生しやすいコーナーなので、早めの時間帯など、比較的人が少ないタイミングを狙っていくことをおすすめします。お目当ての商品が確保できたら、まだ見ていないスペースのお茶もたくさんチェックしてみましょう。試飲してみると、とっても美味しくてつい買っちゃったなんてこともあるかもしれません。お茶によっては砂糖を入れてあったり、アイスティーやミルクティーにして提供されているものもあります。どんな飲み方が最適なのかもわかりますし、店員さんに気軽にお茶についての質問もできますよ。各種お茶の他に、お菓子、お酒、冷凍食品、茶器などの商品も充実しています。ぐるりと会場を回って、くまなくチェックしましょう。特に人気なのは、ティータイムのお茶明けとしても定番なスイーツ、スコーンのコーナーでした。1個200円とかなりお買い得で、いろんな味のスコーンを買えちゃうので、購入したお茶に合わせてペアリングしたいですね。さて、お次は、実際に会場でたくさん試飲して、その中でも私が特に美味しいと思って購入したおすすめの商品や新作の紅茶をご紹介します。まずはこちら、フリューリ680円。ピーチとジャスミンの香りをまとわせたセイロン紅茶と煎茶とハーブのブレンドです。レモングラスやカモミールなどが入っていて、香りがとても華やかなのに、ハーブ独特の癖がなくって、後味すっきりで飲みやすかったです。続いて、ファルファローネ650円。アッサム紅茶にカシスの香りがついたフレーバードティーです。会場ではミルクティーで提供されていました。アッサムとミルクのコクがあるのに、弾けるような甘酸っぱいカシスの香りがとってもフルーティーで美味しかったです。続いて、アッサム&モカ650円。アッサム紅茶とモカコーヒーのブレンドです。試飲は砂糖入りのミルクティーが提供されていたんですが、モカの香りがしっかり広がるカフェオレのような風味のミルクティーでした。コーヒーの苦味はなく香りだけ楽しめるので、苦いのが苦手な方でも飲めちゃいますよ。続いて、スイーツなお茶のコーナーの商品です。アップルパイ650円。焼きたてのアップルパイをイメージした紅茶です。リンゴのフレッシュな香りが強く、シナモンやラムレーズンの風味があって、まるで本当に焼きたてのアップルパイを食べているかのような香りがします。砂糖を入れるとより甘みが増し、アップルパイっぽくなりますよ。こちらは今年の新作、カヌレ630円。ラムの香りがふわっと広がり、リアルなカヌレの風味が再現されています。ミルクと砂糖を入れたらデザートティーにもおすすめです。続いて同じく新作のチーズケーキ650円。ミルクティーで提供されていました。レアチーズケーキみたいなさっぱりした感じではなく、ベイクドタイプのクリーミーなチーズケーキのイメージでした。チーズの香りがしっかり香っていて、甘みが強く、ほのかな酸味とコクが美味しかったです。また、この他に、紅茶と一緒にいただくスコーンとクロテッドクリームを購入しました。スコーンはリベイクしてみると、中は結構しっとりめだけど、外がサクッとしていて食感が軽いので、いくらでも食べたくなっちゃうスコーンでした。季節限定のキャラメル&ヘーゼルナッツのスコーンは、キャラメルのほろ苦い味わいとヘーゼルナッツの香りが香ばしく、甘すぎず紅茶の風味を邪魔しない美味しいお味でした。こちらでご紹介した商品以外にも、たくさん美味しい紅茶やお菓子があるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。ということで、ルピシアグランマルシェについて詳しくご紹介いたしました。
長くなってしまいましたが、まとめると、ルピシアグランマルシェは約100種類ものお茶が試飲購入できるルピシアファンにはたまらないイベント。対象商品は 10% オフで購入できてお得。イベント限定商品は行列必至、早めに確保しよう。お茶以外にもお菓子やティーアイテムなどもチェックしよう。今回実際に参加してみて、ルピシアファンだけではなく誰もが楽しめる素敵なイベントだと思いました。今年は横浜での開催でしたが、コロナ禍以前は毎年全国各地で開催されていたので、今後も世の中の状況が変わってくればまた各地で開催されるかもしれませんね。ということで、以上ルピシアグランマルシェ2022の参加レポートでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違う紅茶を紹介しているので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品もレビューしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。